30cm や。皆さんご機嫌いかがですか。本間千代子です。さあ今日も皆様おなじみの初見義明先生をお招きしてお話を伺うことにしましょう。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は忍術に使う道具と、はい、それからその使い方についてお話を伺いたいんですけれども、はい、いや今日はね、はい、忍者の衣装とですね、はい、それから忍び刀についてですね、はい、お話しましょうね。はい、はい、お願いします、はい、お願いします。忍者に来ていただきましたね。まず忍者の衣装の特徴についてお話しましょう。まずこの衣装は、素法色といいまして、赤が3、黒が七の割で、染められた衣装を着てますね。この色は闇に溶ける色なんです。次に、裏はですねこういう風に、土色をしていますね。また、白いとか水色とかいろいろな、まあ、その頓行の実によって、違うカラーの着物を着るわけですね。それから、敵の、刀を避けるためにこういう鉄のついた鎖片びらなどを着たことがあります。それからこういう手甲鉤って言って、この中にずっとその鉄が入っているんですよ。そして相手の刀を避けて取ったりするようなこともします。それからこの三尺手拭いですね。これは覆面に用いたりですね。それから、汚い水がありますね。その次こういうふうに畳んでこれを水の上に置いて、そして水を飲むと、そうするときれいな水になるわけですね。次にこの刀についてお話ししましょうね。はい。刀はですね抜くと鞘より短いんです。そして狭いところでも戦いいいようにできてるわけですね。それと同時にこの鞘の中に、目つぶしが入ってるわけです。そしてこれをかけてパッと切って逃げたりするわけですね。この作業は非常にまた長いですね。これは皆さんご存知でしょうけど、ではこの作業を使ったその忍者のですねアクションをね見ていただきましょう。すごいですね先生。これいいですね。夜遅くなって、うん、ほら締め出された時なんか やっぱりダメかしら。ダメですね。やっぱりね、はい、忍術はね正しいその行いのもとにその使わなくちゃいけないっていうことで、はい、正々堂々とね早く帰って門から入るようにしてください、ね。はい、それでは皆さんまた来週お目に